白桃ティーが出たそうです。てか結構前から売ってますよね、コンビニでね。透明って結構すごくないですか？流行ってるみたいですね。流行ってるのかな。いっぱい出てる。さっきいっぱい出てるけど飲んでる人あんま見たことないよ。開けますよ。もう、あー、新しい新しい。水道水じゃない。あー、すごい桃の匂いする。がっつり桃。匂いしません？桃の。あ、すごいする。強い桃の匂いが。甘そう。甘そうな匂いがする。パッケージはでも上品な感じですよ。帯がね、ちっちゃいんですよ。あ、そうだね、ここだけ全面じゃなくて、うん、まあ、おしゃれな感じ。おしゃれ。パッケージ注目ポイントは？注目ポイントはな、ティーと桃です。紅茶みたいな感じかな。桃、桃のピーチティー、ピーチティー。あ、けど紅茶だったら透明にしやすいか。紅茶って元からそんなグダクとしてないじゃないですか。液体自体。透明な感じか。そうそうそう、はい、けど紅茶飲料ってなってます、品名が。あ、やっぱり紅茶。紅茶なんだ、水じゃないんだ。じゃあ飲みますか。お腹鳴ってますよ。あ、聞こえた。いただきます。どうぞ。あ、濃い濃い。今までの透明の飲料で一番濃いですね。うん、これはこういう飲み物だ。水っぽいとか思わない。まあ甘さもしっかりしていて、うん、後味すっきり。美味しい。後味すっきりする。うん、結構すっきり。ピーチが強くてティーはあんまり感じないかな。桃天みたいな。あ、桃の天然水似てますね。あれも透明。あれは透明ですね。桃天とか久々に聞いた。実は面白い情報が、実際で面白い情報を見つけまして、蜂蜜、うん、を一滴垂らすと桃の成分とクカキリキッドという成分が打ち消しあって無味無臭になるらしいんですよ。水みたいな、まあ、ちょっと甘さ残るかもしれないけど、蜂蜜、うん、入れますから成分を打ち消し合うということでやってみよう。すごい、なんかそれはね、サイエンス分野。蜂蜜ちょうどあるのでやってみます。蜂蜜。予想はどうですか？甘い飲み物に甘いものを入れるから甘くて美味しい蜂蜜ピーチウォーターみたいなんじゃない。それが打ち消しちゃうってすごいな。一滴ポトンとできますかね。こんぐらい。はい、こんだけでいいの。はい、よし、これ振ればいい。うん、多分やったことないか分かんないけど、冷たいものに入れたらさ溶けなくない、蜂蜜って。ピントが合うかな。コリフ。ん？匂いはピーチだよ。あ、そのまま。ツイッターガセネタだったかもしれない。飲むよ。はい、どうぞ。しないんだけど。蜂蜜の味はしない。だってあんだけしか入れてないじゃん。打ち消し合ってます。なんかこんなことある味だぞ。匂いはちょっとビーチの匂いするような気がする。あー、匂いが残るの。一番近い飲み物で言うと何ですか？水。おー、こちらをご覧ください。ふざけんな。マジで。また水道水かよ。実はですね、ブカキリキッドを後ろから読むとドッキリ企画。ドッキリ企画という成分が打ち消し合って水になると。うまいことやってますね。あの伏線を仕込んでおきましたよ。聞いたことないリキッドだなと思った。もう飲み続けちゃったよこれ。水か。ツイッターでそんなデマはないわけでしょ。作り話です。確かにね、なんかね、振ってる時に水がペシャペシャってなったんだよ。途中ですり替えました。初めからすり替えるとキャップ開ける時にバレると思ったので。うまくやってるわ。もうね、今度からこの類のね、水飲む時は気をつける。水道水だと思って飲む。カメラに向かってドッキリ大成功。拍手じゃないわ。もうやないでよ。ドッキリ。気づいてました？クカキリキッドだっけ、はい、本当にあるんだと思って、あ、そういう成分でできてるんだと思った。どこやったんださっきの水は。